中華の創設に掲げているというものです。もう一人の候補者は京都大学の数学者望月新一氏です。プロフィールによれば東京生まれ独身、ニューヨークに5年間の留学経験があり、この望月氏ですけれども、2005年数学界における地域の難問 ABC 仮説の証明をインターネットに発表しました。数学界は激震しました。その論文の中で